学3年生英語。はい、こんにちは。中学3年生レッスン4の3回目やっていきましょう。今日もまたちょっと新しい内容が入ってきます。まずは動詞の ing 系の訳し方についてちょっとまとめていきます。今まで習ったやつも込みでちょっと見ていきましょう。まず1番 My mother is working now これ訳していくとこんな感じですね。私の母は働いています今。これ何かっつったら be 動詞プラス doing、 これ進行形という形でしたね。現在進行形何々しています、まあ、過去進行形っていうのもあって be 動詞は過去形だったら何々していましたとかっていう訳し方になります。これ中1中2で出たと思いますが be 動詞とセットで使うと進行形っていうのがまず1個 ing 形の使い方でしたね。はい、そして2番目 Working in the hospital is my dream 見ていくと働くことどこどこでその病院で働くことは何々です私の夢ですのように、はい、動詞に ing をつけて名詞みたいな役割働くことのようにですね名詞みたいな役割を果たすのが動名詞と言われる使い方でした。訳し方は何々すること、ことっていうのを最後につけて訳しますよと。で、こっからが新しい内容です。進行形、動名詞、このように ing っていうのはいろんな形で使っていったんですが、まず、はい、これですね、3番目。Working mothers are busy. Working、これ、働いていると訳します。で、これがその直後の名詞、物とか人の名前を修飾するんです。働いているお母さんたちは何々です。忙しいです。で、これ、空いてるところに書いておいてほしいんですが、こんな感じで、動詞の ing 系 doing の後に名詞を置いて何々している名詞こういう使い方をすることがあります。これが新しい内容ですね。 doing 名詞何々している名詞名詞を修飾するまあ言ったら形容詞みたいな使い方になる使い方です。何々している名詞 doing 名詞この決まりをしっかり覚えておいてください。はい、そして done 過去分詞の訳し方についてです。まずはこれですね、1番 The letter was written by Ken。その手紙は was written be 動詞プラス過去分詞形これ受け身の形ですね。はい、ここでは be 動詞過去形なんで書かれました書かれた何々によって件によってその手紙は件によって書かれたこんな感じ受け身の使い方 be 動詞プラス過去分詞で何々されるという使い方をするものがまず1個。はい、そして2番目これ4つ例を出しましたが1番 I have listened to the CD once 私は have プラス過去分詞聞いたことがある何々をその CD を一度のようにはいこれ2番目のやつ全部そうなんですけど現在完了の形ですね。現在完了訳し方がいっぱいありました。まず1個目ここで出たのは聞いたことがある何々したことがあるっていう経験用法っていうやつでしたね。そして2番目 I have lived in Kyoto for three days 私はずっと住んでいるどこどこに京都に何々の間3年の間私は3年間ずっと京都に住んでいるのようにずっと何々している継続用語って言われる訳し方。そして3番目 I have just washed the car 私は have just washed ちょうど洗ったところだ just がちょうどっていう意味でしたね。 the car その車をのように何々したところだで訳す完了用法。そして完了用法にはもう一個こっち I have already finished my homework 私はすでに終えてしまった私の宿題をみたいに何々してしまったはいこのしたところだしてしまったっていう完了用法この3つの訳し方があるのが現在完了形。使い方は have プラス過去分詞まあこれは最近やったばっかなんでねはいこんな感じで過去分詞形っていうのは使えますよと。で新しいのが最後3番目です。I want to buy a used car. 私は want to do 何々したいですね。買いたい1台の使われた車を、まあ、使われたってどういうことかって言ったらこう過去でこれも書いておいてください。中古のっていう意味ですね。私は1台の中古の車を買いたいです。でこの使い方どういう使い方なのかって言ったら過去分詞プラス名詞さっき doing プラス名詞っていうのがありましたがそれの過去分詞版です。 done 名詞で何々された名詞受け身みたいな訳し方になるわけです。何々されたとか何々されるで訳します。でそれが直後の名詞を説明修飾するよと断名詞何々された名詞っていう使い方を覚えておきましょう。はい、ではさっき
やったこの doing 名詞で何々している名詞、さらに done 名詞で何々される名詞というこの決まり事を使って文を書いていきましょう。まず1番です。眠っている赤ちゃんはいつも可愛いです、なんですが、はい、眠っている赤ちゃんっていうのは何々している名詞というこの形ですね。だからこの doing 名詞を使って書いていきます。はい、眠る sleep ですね、 ing の片手にして sleeping 赤ちゃん、まあ、複数形としますね。今回 babies by で終わる単語なんで y を i に変えて es 複数形にします。はいつも可愛いです、なんですが、はい、このいつもを置く位置気をつけてくださいね。いつもとか大抵とかしばしばみたいに頻度を表す表現は B 動詞の場合は B 動詞を先に書いてその後につけます。可愛いですなんでさ、今回はその後に cute をつければ完成ですね。 Sleeping babies are always cute で、覚えてない人はこれどっかに書いておいてほしいんですけど、この always いつもとかみたいな頻度を表す表現、今回 B 動詞だったんで直後ですが、一般動詞普通のそれ以外の動詞の場合は always を先に書きます。はい、訳はこんな感じですね。眠っている赤ちゃん、 doing 名詞の訳し方ですね。は何々です、いつも可愛いですと。はい、そして2番目、彼女は去年1台の中古車を買いました、なんですが、はい、ここ一見何もないような気がするんですが、この中古車っていうのはさっきも言ったように使われた車というふうに、読み解くことができますね。だからさっきの段名詞の形を使って書いていきます。まずは主語彼女はですので C 買いました、 by boat boat ですね、過去形 boat、 1台の中古車、あ使われた車ですから use の過去分詞形 used、 これで使われた中古の車 car、 そして去年 last year、 これを最後に書いておしまい。 She bought a used car last year。はい、訳はこんな感じ。彼女は買った1台の使われた車、つまり中古の車を。で、last year、去年ですね。はい、まあ、こんな感じで doing done を使って文を書いていきますよという問題でした。はい、では訳の問題です。1番、The burnt lunchbox makes people upset という一文。覚えてない人はこれ書いておいてください。burnt っていうのは、この間単語でやりましたけど、burn。これが燃やすっていう意味でしたね。過去形、過去分詞形、不規則動詞で burn, burnt, burnt ですから、ここの burn、これ過去分詞の形です。だから訳し方、その燃やされたランチボックス、弁当箱のことです。弁当箱はで、makes people upset、 訳し方、これも単語でやったはず。 make A, B で A を B にする、させるっていう使い方でしたよね。だから今回させる、人々を困惑させると、その燃やされた弁当箱は人々を困惑させる、こういう訳になります。はい、そして2番です。 I'm in shock to see the crying people。 はい、 I 私はで、これ無 in shock の部分に線引いてますが、 be in shock でショックを受けているっていう表現でしたね。で、感情を表す形容詞の後に to do が来たら何々して形容詞だっていう使い方がありましたが、その感じで訳します。ここの to 何々してで訳します。ためのとかためにとかこと、こういう訳し方ではなく、新しい訳し方、何々してで訳してください。はい、見て、その crying people、 doing 名詞ですね。だから泣いている人々、こういうふうに訳します。だからまとめると、私はその泣いている人々を見てショックを受けていますというのが2番の訳でした。はい、そして最後3番、 The atomic bomb down always reminds us of importance of peace。 はい、長い文ですが、 The atomic bomb down、 atomic が原子力、原子の、 bomb 爆弾、 dom そのままドームなんで原爆ドームのことですね。これ原爆ドームは always、 いつも、はい、さっき言いましたけど always は一般動詞の場合は、はい、今回は一般動詞 remind 使ってますが、その前でしたね。 B 動詞の場合はこれが逆になって B 動詞が先、いつも思い出させる私たちに何々のことをと、今さらっと訳しましたが、これも覚えてない人はこれを書いておいてください。 remind の使い方ね。 remind 人 of で人に何々のことを思い出させる、なんで思い出させる私たちに何々のことをって訳します。 of なんやけどことをとかっていうちょっと変わった訳し方をする使い方ね。はい、 importance 大切さ、何々の平和のですから、まとめて平和の大切さを私たちに思い出させます、こういう訳し方になりますよと。はい、いうわけで今回は doing 名詞、 done 名詞っていうこの2つの新しい決まり事、
そしてまあ今までのメイク AB だとかリマインド等こういう使い方をちょっと復習していきましょうよという回でした。以上、終わりです。さよなら。